はい、どうも、よしです。今日もクラッシュロワイヤルの動画上げていきたいと思います。今日3本目の動画になるんですけど、こちら、3942位まで、はい、行きました。3戦ちょっと紹介していくんですけど、この一番上のジャイスパデッキですね。こちらはもうめちゃくちゃ相性は、良くなかったです。もう普通のジャイスパだったら、全然相性は悪くないんですけど、まあ、ガゴ群れ、ガゴ、スケルトン部隊という、まあ、結構細かい系のデッキが入っているので、なかなかちょっと、相性的には悪いです。はい。もうガゴ群れに出されてライドラー溶かされるともう本当に終わってしまうので、まあ、ワンチャンス狙ったといった感じですね。じゃ、ちょっと、3戦、紹介していきたいと思います。こちらの、エリゴレ、エリババのデッキなんですけど、このデッキはもう基本的な相性めちゃくちゃいいです。もうなぜかというと、もうこっちはライドラ出せば、ほとんど、ダメージ受けることなく、通ってしまうので、まあ、こっちはちょっと飛ばしていきたいと思います。で、まぁ、ちょっと手札替えだったんで、ヒーラーから出して、で、相手の様子を伺ったら、もうヒーラー出てきたんで、もうこれエリゴレデッキだな、ということで、もう完全に形組みましたね。もう完全にもうライドラミラー出した方がいいです。エリゴレ対決には。もう、ライドラミラー出して、そっからもうスピード勝負ですね、もう基本的に。いかに、エリゴレを、エリゴレとライドラを多く回せるかですね。もうこうなって、まあ、こうなっちゃうともさすがにホワイトさんももうどうしようもできないので、もうデッキの相性がやっぱりすごい良かったですね。しかも相性いい上にレイジでご利用ししてるので、もうこれはもう相性100-0ですね。もう明らかに。もう100-0です、本当に。もうどう頑張ってももう自分としてはそっちの、まあ、例えば出てきた、もう同じ方向にリゴレ合わせればもうそれだけで通ってしまうので、もうこれはちょっと、はい、相性勝ちです。で次は、こちらラバーホリーデッキかな。はい、ラバーホリーのデッキになるんですけど、これも相性いいですね、基本的に。まあ、スケルトンキングっていう、まあ、細かい系がいるんですけど、まあ、ただ、ファイアボール入ってないので、まあ、そこはもうすごい、デッキの相性で、大きく、左右されると思います。まあ、こっちの方も、そうです、まあ、ディガー出してくるんですけど、まあ、スケルトンで、はい、抑えて、あとは、もう、まあ、動かないですね。もう本当にこっちとしてはもうただまあ、待つといっただけですね。はい。まあ、ここも確かですね、他に何も、ここから、はい、何も出してこないと思うんです。はい。けど、まあ、そうですね、ちょっと飛ばしていきたいと思います。で、まあ、墓石来たんですけど、まあ、もう2倍タイムになったので、まあ、エリゴレ出して、ヒーラー出して。で、まあ、ちょっと、そうですね、ライドラ出して様子見て、もうこれ完全にラバデッキだなということで、もうライドラミラー出しましたね。もうこのホバリング法をちょっと処理できたのはめちゃくちゃ大きかったです。もうこれが処理されるかされないかで、もう全然展開変わってくると思うので、そうですね。もうライドラも生き残って、もうすごいいい展開で。でもこっちはもうラバー、まあ、そうですね。ライドラを出し放題なので、もうすごい相性は、はい、良かったですね。もうファイアボール入ってるだけでもうデッキの展開、試合の展開がすごい変わってくるんですけど、もうこうなった以上はもうなかなかお相手さんもちょっと同サイドでやってる宇宙はもう挽回できないので、もう、そうですね。もうこれは GG ですね。はい。こっちとしてはもうただひたすらライドラを意識して出せばいいので、もうなかなかそうですね。もうこれで、はい、GG といった感じですね。やっぱりすごい、相性良かったらもうどん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 自信持って攻めていった方がいいと思います。で、問題はこちらのジャイスパデッキなんですけど、
もうあの、なんて言うでしょう、こう、キョスケもいて、そうですね、あの、結構、ライドラがまあ、行きづらいかなといった感じですね。まあ、ガゴムレもいて、ガーゴイルもいるので、なかなか、まあ、こっちとしてはちょっとすごい、あの、悩みどころなんですけど、まあ、あの、最後の最後のワンチャンス、はい、持っていった感じですね。これスパーキー出してきて、まあ、こっちはあの、まあ、ライドラ合わせてもよかったんですけど、やっぱりライドラ先に合わせてしまうと、その、敵陣の近くに行ってしまう恐れがあるので、ちょっと、はい、あの、ヒーラーから、あの、出すようにしましたね。で、前半のこのライドラは、はい、すごい良かったと思います。で、まあ、そうですね、あの、このライドラ感電する場所に、あの、トルネードを、あの、打ちましたね。結構こういった意識もすごい大事だと思います。なんですけど、あの、このヒールスピリット、あの、ミスりましたね。もう、あの、ファイヤースピリットの範囲攻撃、あの、受けてしまったので、これはちょっと、はい、良くなかったです。ここはジャイガゴムレ出してきた時点でもうちょっとこの試合終わったかなといった、はい、感じですね。もう、まあ無理やりトルネードを打って、そうですね、はい。まあ頑張って防衛するんですけど、まあもうこれは落ちたようなもんですね。まあただあの、お相手さんは、まあ柳目しかその呪文がないので、まあまだあの、いけるかなといった感じでプレイしましたね。ここちょっとお相手さんの、そうですね、この、キョスケガゴなんですけど、なんかちょっと、これはよくわかんなかったですね、はい。まず、よっぽど落としたかったのか、まああれなんですけど、まあ、僕がこれ逆の立場だったら、もう右側を攻めると思うんですよね。あの、左側も矢の雨2周で、あの、落ちると思うので、もう、そう、もうそっちで、あの、倒した方が、もう よほど確実なので、ちょっとあの、そうですね、あの、先ほどの、左側のキョスケガゴムレは、あ、ごめんなさい、キョスケガゴはちょっと、いらなかったのかなといった感じですね。この端、そうですね、角出しスパーキーは、はい、やられましたね、もう完全に。まあ、ただあの、まだ負けてはないので、もう全然、あ、まだまだいけるなといった感じですね。まあ、ここちゃんとしっかり守って、ちょっとお相手さん、まあ、あの、攻めすぎちゃったので、もう、ここですね、チャンスはもう、しかもね、相手後ろからキョスケ出しちゃったので、もう、こっからもう、そうですね、あの、はい。もう、エリゴレミラーですね。もう、ひたすら、はい、出しました、これは。これでなんとか、はい、勝てた感じですね。もうこれはちょっとあの、正直運が良かったです。あの、10回やれば、まあ、少なくとも8回負けが相性なんで、これはちょっと嬉しかったですね。まあ、っていった感じで、はい、こちら3943位、はい、行きました。まあ、またあの、まあ、リプレイ解説出していけたらなと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。